はい、脇本君、はい、ちょっと昨日のことあったらちょっと心配したけど、まあそうですね、そのあたりも反省を踏まえた上でちょっと今日は覚悟を決めた感じです、はい、昨日は何先行するつもりじゃなかったの？なんか増木君の動きにちょっと動揺したっていう形ですね、うん、はい、ねえ、まあ、すんなり抑えてくれたからそれついてってもうめんどくさいから出ちゃえみたいな、ね、まあなんか切って切っての展開だったらそのまますんなり先行かなと思ったらそんなことなかったですね、うん、で意外とね新山の巻き返しが早くて、まあそうですね、それ以上に、まあ、うちに進路取った時にかなり落車の危険と、まあ、重さがちょっとのしかかったっていう感じです、ね、あ、ね、ちょっとバランス崩してしまったんで、はい、脇本でもそういうことあるんだ、うん、普段だったら、まあ、その対比路長いんで内から盛り返してっていう風な展開だったんですけども、うん、もうコーチはすぐ平面のところに走ってしまうんで、あ、そうか、対比路が短いから内から盛り返しがすごくできなかった、あ、そういうことね、はい、じゃあちょっと抑えられたらやっぱ内が不利なんだ、そうですね、まあ、その点も踏まえて、まあ、今日は本当に外から行きたいっていう気持ちはありました、ね、うん、今日はね、あの久しぶりに長い距離を、まあ、すんなり先行じゃなくてかましい身が長かったという、そうですね、ちょっとしんどかったですね、はい、しんどかった、はい、まあ、いつもはねちょっとまくりで最後にね届くか届かないかみたいな競争も多いんだけど、そうですね、まあ、ただラインで決める以上は、まあ、しっかり踏んで、まあ、決めれたら、まあ、小翔君もしっかり、まあ、そのあたりはやってくれるので、うん、まあ、信頼してましたね、いやね、あの安心感はあったと思うよ、見てる人も、うん、僕はしんどかったですけど、ね、はい、まあ、どう、これで決勝のメンバー見て、まあそうですね、ようやく、ね、近畿がきっちり3社っていうのもあって、うん、だから心強いですね、はい、まあ明日は結構気楽に走れるんじゃない、まあ、小翔君も、まあ、あのそのあたりも、まあ、優勝をお互いに目指して頑張りましょうみたいな感じだったので、うん、まあ、そのあたりも、ね、いつも通りの信頼で走りたいなというふうに思います。なんか逃げそうなのはもう脇本以外新田ぐらいしかいないし、うん、なんか和歌山記念を思い出すようななんかやったよねそうですね、構成だったのでちょっとこう気持ちは入りますよね。じゃあそこら辺頭に置いてどんな組み立てをするか、はい、まあ、とにかく、まあ、僕自身はラインで決めることをしっかり念頭に置きつつ、まあ、先行でもまぐりでもやっていきたいなと思います、うん、まあね、まあ、どっから仕掛けるかだけだからね。そうですね、まあ、そのあたりはあの隙をあの見つけていきたいなと思います、うん、まあ、当然みんな脇本見てるし、そうですね、はい、警戒は、ね、そうですね、警戒はされると思うんで、そう、だからその時に、まあ、どっから行くかなっていうね、自分の行けるところを測って、そうですね、まあ、そこの仕掛けた上で、まあ、ラインが乱れないようにしっかり意思疎通を取りながらやりたいですね。はい、しっかり、じゃあ、あの初戦だから、まあ、初戦って G1 初戦だからとっとと勝ってまあそうですね、しっかり、まあ、あのここで優勝決めてささっとグランプリ決めたいなと思います、ね、あのグランドスラムにリーチをかけなきゃいけない、そうですね、もちろん気持ちも入れてるので、はい、一生懸命頑張りたいと思います、はい、ではファンの皆さん一言、はい、あの決勝戦もいつも通り一生懸命頑張りますので応援よろしくお願いします